リー・カルビは、アメリカ人、女性ニュースキャスター・ジャーナリストである。WCBS-TV 所属、ニューヨーク地域のローカルニュース、CBS2 ニュースウィークエンドのソロキャスター。アメリカ合衆国ニューヨーク州ウェストチェスター市出身。全米屈指の優等大学、シラヒューズ大学ニューハウス校ジャーナリズム学部を、準主席で卒業。1991年から2002年まで、 ニューヨーク州ウェストチェスターのケーブルテレビ、ニュース12ウェストチェスターに勤務し、アシスタントニュースディレクターを、1995年から1999年までは、エグゼクティブプロデューサーなどを務めた。2002年に、WCBS-TV に移籍し、ウェストチェスター地方のレポーターを務めた後、週末ニュースのキャスターと、レポーターとなった。2006年4月、 三年間キャスターとレポーターを行き来、たがロズ・エイブラムスと共に CBS にニュースアット・ヌーン、アット・ゴ時のキャスターを務めることになり、メインキャスターに昇格した。2006年11月、上記番組のキャスターが元当局スポーツキャスターのクリス・ラギーと NBC から新しく移籍してきたクリスティーン・ジョンソンに変更されたため、メアリーは再び週末ニュースのキャスターに戻り、 女性ソロキャスターとなった。強弱のある喋りは、特徴的で、非常にクールな進行を好む。HBO のドキュメンタリー映画、インディアンポイント、イメージングザ・アニーインマジナブルのいくつかのシーンで、ウェストチェスターで働く彼女をフィーチャーした。ニューヨーク州議会会員議員、マイク・スパノと結婚し3人の子供がいる。ウェストチェスター在住。ありがとうございます。